やりました。最後まさかの展開でしたけどね。入ってません、あの丸選手と2-2とね。それまでもね結構際どいのあって、ちょっとあの解説の中畑さんもちょっとね途中で言ってましたけど、ちょっと今日の審判、あんまねこの審判の方言うのは良くないっていうのは分かってますけど、ちょっとねっていうのがね全体を通してあったかな。すいません、あとちょっと今日は本当は配信やりたかったんですけど、ちょっとまだ体調がねあんま良くなくて、あの振り返りだけになってしまって申し訳ございません。ただあの今日6月5日、水曜日、巨人対ロッテ3-4でロッテの勝利、連敗は2で止めましたね。お疲れ様でした、ありがとうございました。種市選手本当にね、種市様ありがとうございます。本当に素晴らしいピッチングになって気合いの入ったね。昨日が昨日だけだってね、18点取られただけにね、いやすごかったな。気持ちいいぐらいの攻めたピッチングでしたね、本当に。そしてね、あのやっぱね、二人様が貴重なホームランを打っていただいて、これはまた信者が増えたんじゃないでしょうか。そしてね、あの最終回、9回のね、トシ君のね、まぁ、ちょっとあの、先週はめちゃくちゃ疲れてたんですけど、まぁ、今そんなね、疲れは取れてるかわかんないですけど、最終回のね、ヒット、タイムリーヒットはでかかったっすね。トシ君今日2安打打ったかな。今日は1安打か。いやでもでかかったっすね。素晴らしいし、まあ、ね、その、なんつうの、その、サインっていうかね、キャッチング、なんつうの、わかんない、リードとか、あんまわかんないけど、でもすごいいい、種市さんの良さを引き出してたんじゃないかなっていうのありましたね。じゃあさ、振り返ってきました。まあ、初回ね、相手は堀田選手、ね、種市選手ということで、青森対決の中で、簡単にツーアウト取られながら、高部選手が10球粘ったりとかね、こういうのもでかかったですよね。まあ、10球粘ってフォアボールで、まあ、その後盗塁はね、刺されちゃうんですけど。そしてね、1回裏は、またヘルナンデス選手が、どんだけ打つんだってか、いきなりライト前ヒット打つんですけど、ここはただ吉川選手をファーストゴロ、そして岡本選手をね、空振り三振で、岡本選手にどんだけ打たれるんだっていうぐらい打たれてるんで、ロッテは。ここを抑えてよかったですね。2回もツアーとか中村選手フォアボール選ぶんですけど、小川選手は、レフトフライ。ね。そう。逆に、2回も立岡選手にワンナとかフォアボールだけど、岸田選手ショートフライ。そして、伊豆口選手で盗塁決められる時に、立岡選手盗塁決められるんですけど、伊豆口選手は、レフトフライということでね。種市選手はでも良かったですよね。まあ、堀田選手も、全然あの良かったんですよ。3回裏もね、すいません、ワンアウトから丸選手が、ね、内野安打、これ種市さんがちょっとベースを踏めずね、踏めずだったんですけど、まあ、その後ちゃんと抑えてね、あの天敵ヒルナンデス選手、そして吉川選手を抑えて、そして4回ですよ、ポランコ選手がライト前ヒット、そして高部選手もね、ちょっと詰まりながらですけど、いいとこ飛ばしてライト前ヒット。そして、外選手が、ライトへね、打った瞬間、あの、ライト丸選手がね、なんか、取りそうな空気出してたんですよね。まだ取って、まあ、ポランコ選手、タッチアップして、みたいな感じかなと思ったら、入りましたね。これが東京ドーム。まあ、でも、外選手も、力強い打球で、久々のホームラン。ね、素晴らしかったっすね。ねえ、これで3点取りました。そしてその後の4回裏は岡本、坂本、立岡選手だったので、これを三者凡退で抑えたのはでかかったですね。この岡本選手のセカンドゴロから、先頭の小川選手がよく取りましたしね。で、坂本選手のサードゴロも中村選手はうまく取りましたね。ちょっと送球はね、ちょっと逸れちゃったんですけど。そう。そして5回裏、岸田選手先頭ね、ツーベースを打たれるんですよ。ただここで、伊豆口選手をライトフライ。そして代打、秋広選手ね。ワンバウンドの球を空振り三振。これちょっと怪しかったですけどね。これちょっと怪しかったですよね。どっちとも取られた。でもこれは、三塁の審判の方が、アウトを取ってくれて。これは助かりましたね、ロッテです。そして丸選手のね、空振り三振。これストレート、最後。気持ちいい。初回もストレートで三振取ってましたけど。素晴らしい、キレッキレの球ね。そして6回表ね。6回裏か。
ヘルナンデス選手がレフト前ヒットで、吉川選手が 2-3 からフォアボールってなった中で、岡本選手ここも 2-3 になるんですけど、最後インコースのストレート見逃し三振、これはちょっとたまんなかったですね。ここでまずワンガッツポーズきましたね。そして坂本選手はサードゴロで、二塁フォースアウト、ツーアウト一三塁。そして、昨日ね、ちょっと打たれた、4安打打たれた立岡選手、ね、ストレート、ストレートで、ツーストライクで追い込み、最後もインコースのストレートで空振り三振、ツーガッツポーズが出ましたね。これはちょっと、この回たまんなかったですね。種市ファン増えたんじゃないかぐらいの。これ素晴らしかったですね。ねえ、ほぼ、巨人の話しかしてないですけど、打って、まあ、ロッターね、打って、まあ、ヒッターたまに出るんですけど、打ってないですもん。そして7回も岸田選手、伊豆口選手も、門脇選手をね、3人で抑えて、8回どうするのかなと思ったら、8回も種市さん行ってね、ただ、いきなり丸選手、フォアボール、ね、なるんですけど、ヘルナンデス選手をショートゴロ。これでワンアウト一塁。そして吉川選手を空振り三振。そして最後、岡本選手ね。まぁ、ちょっと一回冒頭があり、あって、ツーアウト二塁にやるんですが、最後、ここはね、ワンバウンドでホークかな。で、空振り三振で最高の球ね。最高でしたね。そしてね、9回。ね、9回。やっとロッテの話をできる。泉投手。14試合、15試合かな。15試合、泉投手、あのソフトバンクから言ってね、泉投手が点取られてなかった中で、先頭オカピがヒットを打ちまして、高部選手、送りバントね、失敗して、またランナーと一塁なんですが、ここでね、盗塁して、ね、で外選手打てて、ツーアウト、二塁になったところで、トシ君がね、ここ、左中間へタイムリーツーベース、これでかかったっすね、これは本当でかかった。ねえ。これは本当でかかったっすね。そして4対0になった中で9回、今日は久々に1軍に上がってて横山選手が出てきます。いきなり坂本選手ライト前ヒット。そして立岡選手はね、粘られ粘られたんですけど、サードゴロで、2塁放送というワンアウト1塁。ここでね、岸田選手レフト前ヒット1、2塁。飯口選手の時暴投して2、3塁。そしてただね、飯口選手セカンドゴロで、4対1、ツーアウトになったんですよね。ここで、ピッチャー、増田選手に変わります。そして、増田選手だったんですけど、大城選手、三塁線を抜かれて、2対4。そして、丸選手ね、先ほども言ったんですけど、ツーツーからの、あれ、メジャー絶対入ってたなと。まあこれ言ってもしょうがないですけど、ここでね、結局、まあ、丸選手、フォアボールで、もう1打、もうホームラン打たれたら、サヨナラの場面でヘルナンデス選手ね、追い込んだんですが、ここはセンター前タイムリー。こういうところね、ちゃんとね、何なんですか、この方やばいっすね、ヘルナンデス選手ね。えで、ちょっと3対4でも変な話、もういまだ2アウト1、2塁でね、ワンヒット同点。そして間抜けたら逆転の中で、吉川選手、岡本選手回したくない中で、最後ね、外角高めのストレート、レフトフライということで、最後なんとか勝ちましたね。これ負けてたら結構ダメージでかかったっすよね、本当に。いやー、なかなか東京ドーム簡単にはいかないですけどね。まあでも よく勝ってくれたなっていうのありますし、まあ種市選手が本当に攻めたピッチングしてくれてね、そう、まあ、こういう東京ドームね、大変じゃないですか、やっぱ狭いし、まあ今日に、ね、関してはやっぱ逆にね、だって外選手のホームランも東京ドームじゃないか入ってなかった可能性ももちろんありますしね、っていう中でのね、まあ戦いだったんで、本当なかなか厳しかったと思うんですけど、よくみんな粘ってね、勝ったなっていうのは思います。まあなんとか一勝一敗にしたんで、明日ね、ちょっとなんとか配信もしたんですけど、配信できたらちょっとしますし、体調よくね、ごめんなさい、本当に不摂生が、日頃の不摂生たたりすぎて、体調が良くなく配信ができなかったんですけど、ちょっと明日なんとか配信もしたいなという気持ちはありますし、ちょっとまた明日の状況見ながらちょっとやっていきたいなと思います。本当に、まあ勝ててよかった。まあちょっとソフトバンクが今また今日も勝ったんでね、まあなんかね、大変ですが、離されないように、ちょっとね、まあ勝つことによって離されないと思うんで、明日ね、西野投手、ね、まあ、攻めてって、
欲しいなという気持ちはあります。というわけで以上、中尾とピロリチバラットワインチャンネルでした。ありがとうございました。お疲れ様です。今日もお疲れ様でした。